今回はグリコのカフェオーレですね。こちらを飲んでいきたいと思います。引き立てドリップ&生乳の優しい甘さというところなんで、生乳 50% 使用ですからね、いいんじゃないですかね。一応なんか今頑張る受験生家族を応援らしいですね。カフェオーレは受験生家族の一日の始まりを応援しますってことで、なんか大事な時こそ肩の力を抜いて深呼吸、引き立てドリップ&生乳の優しさ、優しい甘さで今日もいつもの穏やかな私でってところで、いやコメントが書いてありますね。早速ちょっと包丁だけできますかね。失敗してますけどね、とりあえずこんな感じですね。開けるとですね、早速飲んでいきたいと思います。いや美味しいですねこれ、やっぱりいつものカフェオーレで開け方は関係なく美味しいですね。確かに制限通り優しい甘さですね。ちょっと物足りないかもしれないですけどね、まあ、こういうのがいいんじゃないですかね。やっぱり砂糖もあんま入ってないんですかね。やっぱり一応成分はカフェオーレで、一応生乳 50% 以上で砂糖、コーヒー、コーヒーで加糖、キャラメルソース、食塩ですね。で、カラメル色素が入ってるって感じですね。まあ、そういう意味ではシンプルでいいんじゃないですかね。というところで、本日はこのカフェオーレですね。こちらを飲んでいきました。ご視聴ありがとうございました。